東京工業大学の生物エンサイクロペディアの更新に向けるということで、あ、変わってますね。すいません。大元のタイトルだったんです。申し訳ございません。情報を基盤にした微生物データベースの統括についてお話し、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。東工大の黒川です。よろしくお願いいたします。タイトルが変わってしまっていて誠に申し訳ございません。先ほどと話がガラッと変わりまして、その微生物の話になるわけですけれども、もうこれは釈迦に説法だと思いますが、微生物というのは、地球環境における物質循環の根幹を形成しており、地球上ありとあらゆるところに存在しているわけですね。で、この空間もですね、この空気中にはいっぱい微生物が飛んでいるわけです。で、従いまして、その人の健康とも密接に関与しておりましてですね、近年は、後ほど少し話が出てまいりますけれども、人腸内のメタゲノム解析であるとか、頭の頭皮からつま先の、まで至るところをですね、メタゲノム解析をして、微生物群集構造を明らかにしようというようなプロジェクトが世界中で走っているわけです。で、この微生物ですけれども、多様であるということが大きな一つの特徴になっております。で、さらにですね、1800年代から研究が、スタートしておりまして、蓄積されているデータや知識量というのは非常に膨大なものになっているわけです。で、さらにですね、先ほど来ずっとお話がありますけれども、近年ですね、その新型シーケンサーというのが出てまいりまして、やはりゲノムサイズが小さいものですから、そのシーケンサーの、恩恵を最も受けている生物種の一つだということが言えます。で、従いましてですね、これまであまりゲノムに関係の薄かったような、微生物の研究者、ある病原遺伝子をずっと丹念に研究してこられたような研究者を含めてですね、やはりそのゲノム解析というものが可能になったがために、データの爆発というものが加速されているというのが現状であります。で、やはりその新型シーケンサー、これちょっと古いデータですけれども、新型シーケンサーが出たことによって、微生物のみならずですね、いろいろな生物種によってデータ爆発というものが起こっております。で、さらに大規模データというものも、いろいろなものが出てまいったわけです。で、特にですね、この微生物というのは、プロジェクトの数で申しますと、ゲノムプロジェクトの数で申しますと、非常に他の、他の、生物種を抑えてですね、圧倒的に指数関数的にそのゲノムプロジェクト数が増えているということからも、先ほど言ったその新型シーケンサーの恩恵というのを一番受けているということを、言えると思います。で、このような背景を受けましてですね、欧米ではですね、今、微生物の研究が、一部で、ホットになっておりまして、このようなですね、ポータルサイト、これは研究者向けであったり、あるいは一般の国民向けであったりする、両方を持っているものもあるんですけど、いろいろなですね、こういうポータルサイトが、ウゴのタケノコのように出てきておりまして、で、やはりその微生物に関与するようなニュースでありますとか、科学的発見でありますとかっていうものを、リアルタイムにこう流していくようなサイトも、近年は出始めている状況であります。で、先ほど申しましたように、その多様性というものを特徴としているこの微生物なんですけども、多様性に富んだ膨大なデータが得られるわけですね。得られる。しかしながらその反面ですね、これらデータをシームレスに利用することっていうのは困難になっているわけです。で、例えばですね、そのモデル微生物が 大腸菌や細菌に代表されるようなモデル微生物の間でのデータ及び知識の連携っていうのは、いまだに、促進が強く進んでいるということは言うことがなかなか難しいと思います。で、さらに、究極の表現型データともいえるメタゲノムデータ、これはメタゲノムデータというのは、確かに塩基配列データなんですけれども、最も重要なデータの一つがメタデータと言われている、その微生物群集が存在している環境のデータです。その、従いまして、その、メタゲノムデータは、遺伝型のデータというよりも、表現型のデータだというふうに僕は考えておりますけれども、このメタゲノムデータはですね、個別の細菌のゲノムデータなどと、いまだにですね、うまく、連携ができていないというふうにな現状なので、現状であります。そこで、我々のグループではですね、ゲノム情報を核としたしまして、さまざまな微生物学上の知識を統合して、幅広い分野での、微生物学の発展に貢献することができる微生物エンサイクロペディアというものを作り出そうというふうに、スタートいたしました。で、このことによって、微生物分野のオミクス研究の発展に寄与して、データのインテンシブサイエンスというものを、加速させていければいいなというふうに思っております。
で研究開発のメンバーですけれども、まあ、東工大の私と、あと遺伝系の中村先生、菅原先生、あと寄生系の内山先生、あとは、技術的なアドバイザーという形で統合データベースセンターの、先生方にも、加わっていただきまして、大体、季節しておそらく1ヶ月に1回ほど、ずっと技術的なアドバイスを受けているような、状態で、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。このようなメンバーで、データベースの制作を始めているところです。で研究開発の内容といたしましては、まあ、基本的にはやはり微生物のデータベースは世界中にいろいろなデータベースが散在しておりますので、まあ、それらをまあ可能な限りできるだけオミクス情報を集めてこようと。でさらにそれらのデータをまあホモロジー、オーソロジーに基づいて、まあ、遺伝子、ゲノム、あとここが新しいところですけども環境というような3つの軸に沿ってまあ整理統合していきましょうと。でこの3つの軸に関わる、まあ、機能でありますとか分類学的情報、あと菌株の保存情報、あとこれら表現型の情報などを整理して、まあ、最終的には、ゲノムの上にマッピングをして、まあ、統合していきましょうというのが研究開発の内容になります。でこれの内容のこの研究の目標に沿ってですね、まあ、当面は、ここに書いてありますような、6つのデータベースを整備していくことを、まあ、当面の目標にしていっております。で今日はこれ、それぞれ少しずつお話をさせていただきたい。まず、分類学的情報、まあ、菌株保存情報ですけれども、この菌株保存情報というのは、まあ、この菌がどういう、保存している場所に存在するのかというような情報が載っているんですけれども、まあ、この菌株保存情報の中にはですね、全ては全てではないんですけど、この培養条件というものを含んでおります。で先ほどその環境情報もこの中に入れていくということを申し上げましたけど、まさにこれが環境情報になってくるわけです。でこれは遺伝研の菅原先生にいろいろとお願いをしている状態でありまして、今世界中にはいろいろなですね、この菌株のデータベースというのが存在しています。でこれらをですね、横断的にまあ検索をするようなシステムも存在するのことには存在するんですけども、やはりいろいろと分散しておりますので、これらからデータをですね、集めてきて、まあ、協力していただいてですね、我々のデータベースの中にも取り入れていきたいと考えております。で今現在、この星印がついているところとは、すでに協力関係をスタートして、データベースをまあどういうふうに作っていくのかということを考え始めている段階にあります。でまた、モデル微生物に関しましては大腸菌、枯草菌、シアノバクテリア、放線菌に、まあ、ターゲットを絞りまして、まあ、これらのモデル微生物というのは研究が非常に量が多い上にですね、研究者コミュニティというものも比較的はっきりしておりますので、しっかりしておりますので、これらの、研究をされている先生方とですね、まあ、協力、していただきながらですね、まあ、高品質なデータを、まあ、なんとか構築していこうと。でこのモデル微生物の部分が全ての、それ以外のバクテリアゲノムの、データの核になると。でこの高品質データが、うまく作れればその他に、まあオーソロジーで、まあ、伝播させていくというような形が取れるわけです。でこれに、関しましては、遺伝研の中村先生を、まあ、中心としてですね、まあ、中村先生は昔からのカズサアノテーションというような、高品位な、ゲノムのアノテーションをするシステムを昔からお作りになっておられますけれども、まあ、こういうシステムを利用して、その研究者各バクテリアの研究者コミュニティの方々と、まあ、一緒になってですねコンソーシアムを作って、高品位なデータベースを、まずは作り上げようとしています。でカズサアノテーション自体はすでにもう多数の実績を持っておりまして、まあ、ここに書いてある、バクテリアまあ、シアノバクテリアが多いかと思いますけれども、こういうバクテリアをもうすでにデータ高品位なデータベース化をされているわけです。で大腸菌、枯草菌、シアノバクテリア、放線菌とですね、いろいろなデータベースが存在します。特に大腸菌、枯草菌というのは、いろいろなそのゲノムデータベースが存在しますけれども、こちらもですね、これらデータベースを作っておられるような研究者とともにですね、うまく統合化が図れていければなというふうに考えています。でまた、特に、最初のケースとして、我々としては放線菌を最初のターゲットとしてですね、現在、もうスタートさせているわけですけども、やはり文献からですね、有用な情報を抜き出してきて、まあ、それをアノテーションに対して、貢献させるというようなシステムも、入れながらですね、より高品位なデータベースを作ろうとしております。
でまたオーソログ遺伝子情報に関してですけれども、実はそのゲノムデータで、先ほどのモデル微生物のゲノムデータ、あと菌株のデータ、あと分類のデータとか、いろいろなデータがございますけれども、これらをすべて横軸で、横串を通すですね、のりしろになるものとして、このオーソログ遺伝子情報というのが必須になってまいります。で先ほど冒頭から申し上げているように、バクテリアは多様性、多様であるということが非常に大きな特徴ですから、それらが、個々のバクテリアがですね、それなりに、データベースを作ることはできるんですけども、それらをこう、統合していくためにはどうしても横串が必要になってくるわけです。その横串の一つがこのオーソログ遺伝子情報になっているわけです。でそこでですね、寄生研の内山先生に、グループに入っていただきまして、で内山先生が昔から作っておられるこの MBGD というオーソログデータベース、バクテリアのオーソログ遺伝子のデータベースがございますけれども、これをですね、積極的に活用をしてですね、統合化に向けたそのバクテリア同士の横串の、データベースとして、この中で、作り上げていこうというふうにしております。でこの概念図ですけれども、いろいろなデータベースがございますけれども、こういうものをすべてこのオーソログ、テーブルとは言いませんけど、その MBGD というオーソログのデータベースの中で、すべて統合していこうというふうに考えています。で最後にこのメタゲノムデータですけれども、メタゲノムデータ、先ほど申し上げた通り、メタデータというその環境の情報というのが非常に重要になってまいります。でこれはSRA のデータベースに入っているメタゲノムの集計結果です。で 人の、メタゲノムデータ、あと環境のメタゲノムデータですけれども、大体サンプル数として今これぐらいのサンプル数が登録されているようです。でメタデータのカテゴリー数ですけれども、人の場合は85ぐらいで、環境は456にも及びます。人の場合は当然性別から始まってですね、BMI がどれぐらいかとか、年齢がどれぐらいかとかですね、どういうものを食べているか、病気を持っているかとか、そういう細かいデータがこちらに入っているわけですね。で環境の場合はですね、緯度経度に始まり、土壌ならば、表面から何センチの深さですかとかですね、ヒューミディティはどれぐらいだとかですね、そういうことが全てこの中に入り込んでいます。でこれらが非常に重要になってくるわけですね。で、こういうことがメタゲノムデータが非常に重要になってまいりますので、これは別のプロジェクトで我々が作っておりますけれども、こういうプロジェクトを、こういうデータベースを、現在は作っているところです。それは何かというとですね、これはヒューマンメタゲノムに特化しておりますけど、人の中でですね、いろんなところにバクテリアいっぱいいるんですけれども、どういうところにどういうバクテリアがいるのかっていうことを、検索できるようなシステムになっています。で、この部分は、DBCLS の、ヒューマン、アナトモグラフィーを、利用させていただいておりますけれども、こういうことでですね、例えば自分が大腸菌の研究者だったらですね、自分が研究している大腸菌っていうのは大体人の中でどういうところからに生息しているのかということが、検索できるようになってくるわけですね。でこれをもう少し、発展させて、メタデータをですね、徹底的にちゃんと整備をしてあげるとですね、いろいろな検索ができるようになってまいりまして、言ってしまうと不動産屋さんで家を探すような感じというか、中古車屋さんで車を、スータブルな車を探すような感じで、検索をすることができて、どういうような、データが世の中に存在しているのかというのがメタデータから検索することができるということです。でまたですね、このメタデータというものを、しっかりと整備をしてあげると、ボディブラストというものも、完成することができます。でこれは何かと言いますとですね、普通のブラストっていうのはその配列同士の、相同性検索の、ツールですけれども、これはどちらかというとですね、配列の相同性検索を経由したメタデータの検索になります。したがって自分が何か、ある遺伝子の配列を持っていると、このボディブラストにかけていただくとですね、その遺伝子がどういう人のどういう場所から見つかってくるのかというのを、最終的にはメタデータを表示してくれると。で相同性検索の結果っていうのは後ろ側に隠れちゃってるというような、こういう検索ができるようになります。従いまして、我々が今作ろうとしているデータベースでも、このメタゲノムデータというのが全てのノリシロ、全てのデータのノリシロ、要するに環境情報ということになってくるわけです。で、これらのデータベースを次にいよいよ、統合していかなければいけないんですけれども、まず一番最初にやらなければいけないのがゲノム情報、基本的な 今現在存在しているゲノム情報の、まず RDF 化を、しようということになりました。
でこれは菅原先生が、昔からお作りになっている GTPS というデータベースがございますけれども、現在それをですね、このような、形にて RDF 化を行おうとしているところであります。でこれが全ての、我々のデータベースの基盤情報になってきます。でこの基盤情報に基づいて、先ほどの上沢ノテーションを使ったような高品位なモデル微生物のデータをこの上にどん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 かぶせていくというような形式を取っていきます。でまた、横串になりますオーソログデータも、それら、GTPS の RDF 化したようなデータに基づいて、全て再計算をし直してですね、全ての、データを、横でリンクするような形で、整備をしていくことにしています。でまたメタゲノムですけども、まずはメタデータを、RDF 化をしてあげてですね、あのメタデータ、非常に重要な環境データそのものをですね、RDF で表現するということを、現在行っている最中でございます。でこのメタゲノムデータですけれども、これは大腸菌に、ここに並んでいるのが大腸菌の遺伝子、あのゲノムですけれども、大腸菌に、あるメタゲノムデータをですね、こうマッピングした結果でございます。そうすると面白いことに、こういうところに空白ができてですね、どうも腸内の大腸菌はこのオペロンを持ってないねということが、一目瞭然でわかるんですけども、こういうデータをですね、我々のゲノムで作ろうとしている統合データベースでは、こういう解析ができるようにしたいなというふうに考えています。でこのを実現するためにはですね、じゃあこのゲノム上にどういうところにあのメタゲノムデータがマッピングしているのかということを、表現しなければいけないんですけども、そのマッピングをですね、そのものもですね、RDF 化をしてしまおうということで、無茶なことをやってみました。でこれはあくまで実験ですけども、これ間違ってますね、1が1個なので、これ大腸菌のタクソンナンバーですが、どういうことかというと、大腸菌のゲノムにですね、その、メタゲノムデータをどん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 マッピングをしていって、1ベース単位で、そのある、大腸菌ゲノムのあるベース、ある塩基の箇所に、どれぐらいそのメタゲノムデータが、マッピングされたかっていうようなものを、全て計算しておくわけですね。で大腸菌のゲノムの1ベース目にはこの例でいうと164本のメタゲノムデータが貼り付けましたと。2ベース目にはこんだけ貼り付いたと。でこういうことが、RDF でしっかりと整備をできれば、先ほどの、この図のようにですね、ゲノム情報がこうポンと得られたときに、ここにこうどれぐらいのリダンダンシーでメタゲノム情報が貼り付いていますかというような言葉を、簡単に意識せずに見ることができるだろうというふうに考えたわけです。でこれを推し進めていこういったわけですね。で実際に、RDF アウルを作ってですね、バーチューズをトリプルストアというデータベースの中に放り込みまして、で、このようなスパークルによって、検索をかけることができるようになっているんですが、これによってですね、例えばこの例です と、例えば1000ベースから2000ベースまでの、どれぐらい貼り付いてますかといったら77万1000本貼り付いてますよというのがポッと得ることができるようになるわけですが、残念ながらですね、ここに書いてありますね、大体7万の SRS のデータがあって1700のゲノムがあるので、トリプルの数として476兆になってしまうんですね。でこれはもう明らかに、どうしようもない状況になりますので、残念ながらこれはボツになりました。でこの部分は、RDB にて、従来通り開発していこうと、その方が効率的だなというふうに思いました。そういうふうになりました。でそろそろ、まとめですけれども、データベースの構成といたしましては、このようなゲノムの情報、マッピングの情報でありますので、ごめんなさい、こちらはゲノムですね、ゲノムの情報に、マッピングをしてあげて、タクソンの情報とかですね、こういうものをすべて、RDF にてリンクしていくと。で最終的にはこの環境要素であるメタゲノムのデータ、メタデータの RDF と連携を取っていって、バクテリア間は先ほどの MEG のオーソログデータで横串を刺していって、全体的なバクテリアの統合データベースを作ろうというふうに、現在それで進めているところでございます。でまたどうしても先ほどのモデル微生物のところではですね、各研究者コミュニティとですね、密にやはりコンタクトを取っていかなければいけないということがございますので、微生物の統合の DB のコンソーシアムを設置をしてですね、各、ここでは関連学会となっておりますけれども、研究者コミュニティの方々に、参加していただいてですね、どういうデータベースを望んでおられるのか、また、どのような検索でありますとか解析を望んでおられるのかというのを、聞き取ってですね、より良いものに仕上げていこうというふうに、考えているところでございます。
で最後になりましたけれども、一応マイクローブ DB.jp とで今これをここでアクセスしていただいても多分何も出てこないとは思うんですけれども、まあ、近いうちにですねここで動くものを出せればなというふうに思っています。以上でございます。